はい、どうもセガ大好き阿部知です。というわけでですね、昨日までの3日間ですね、連日のように放送されていた、東京ゲームショウ2020のセガアトラス TV、皆さん見られましたでしょうか。まあ、僕はですね、休みの日はどうしてもこう家族とね、行動しないといけないことも多くて、まあ、その合間にこうちょっとスマホなんかでもいろいろこのセガアトラス TV をちょいちょい見たりとかね、いうことをしたんですけども、まあ本当いろいろね、まあ、見れた中でも例えばカズレーザーさんがねこのハードをこう順番に並べていったりとか、あとオーラス の, ライブですね、あれもすごい良かったですね。本当に選曲もすごい良かったし、特にね僕一番最後の、ペルソナのねまあ、テーマ曲を歌うライブなんですけども、まあ、僕はあんまりペルソナがねそんな全然詳しくなくて、知らなかったんですけども、すごい曲が良くて、なんか曲を聴いただけで、あ、もうペルソナちょっとやりたいなってめっちゃ思ったんで、いや、なんか本当にねすごいいいライブとかいいなんか終わりだったなというふうには思っています。まあ、こうやって連日のようにねセガ情報を見れるようなこういうことがまああるっていうのは本当になんか幸せだなと。まあ、コロナ禍でねいろいろありますけども、まあ、逆に結構いろんな情報を追って見た人は本当にこの3日間忙しかったと思うんですけども、まあ、それぐらいいろんなゲームの情報が得れたっていうのは本当になかなか良い3日間だったんじゃないかなというふうに思います。でそういう中でですね、まあ、セガ大好き人間、セガ人の皆さんは気になってたところがあると思うんですけども、まあ、僕はとりあえず2つですね。まず1つはこちら、アレスタコレクション、こちらのですね、隠し玉があるということで、それがまあこの TGS で発表されるということだったんですけども、それが何かというとこちら、GG アレスタ3、アレスタの最新作というかもう完全新作が今回のアレスタコレクションに入ってくるということでですね、まあ、ちょっと一部 Amazon でネタバレはしてたんですけども、それでもねこの画面見た時にこれちょっとすごいなと思いましたね。まあ、これだけのでかいキャラが、枠なしで枠なしで動いている。でグラフィックもとてもこれゲームギアとは思われないぐらいすごいね繊細に書き込まれているというところで、ちょっとこの画面では出てないんですけども、動画ではなんかすごいねこの磁気から長いレーザーがビューンって出てる、ほんでもう縦画面いっぱいに近いようなこう長いレーザーがビューンって出てるような画像も出てきてて、これ本当にこうゲームギアかと思うような内容のゲームなのですけども、まあこれがちょっと発表になったということでね、なんかネタバレはしてたもののちょっと僕は体がブルブルっときましたね。なのでまあ本当にねM2 さんもまあドーンコーマンの白ミクロとかねいろいろなこう挑戦をしながらも今回の発表をやってくれたっていうのは本当に嬉しいなと思いますので、まあ今回この発表でさらにアレスタコレクションは買いになったんじゃないかなというふうには思います。それからもう一つはこちらですね、アストロシティミニね、こちらも隠しネタがあるということで、まあ結構ねこのアストロシティミニに関してはこのラインナップ、収録ラインナップは結構賛否両論あったので、まあこの隠しネタというところによってこの P の方ですね、 P の方に寄ってる方はもしかしたらちょっとこう意見が変わってくるかもしれないなというところではあったんですけども、まあこの画面でもね早速もホームページの方で変わってます。ここ全37作品収録ということで、もともと全36作品でね発表だったんですけども、1作品増えております。でそれが何かというとこちら、もう一丁ドットリくんということで、この発表をね見た瞬間にズコーってなった人めっちゃ多いと思うんですけど、いやなんかねそのセガアトラス TV 見られた方は分かると思うんですけども、その前までに司会の女性の方がもともとその格闘ゲームとかねバーチャファイター以降のゲームとかを結構されてた世代の方みたいだったので、どちらかというと古めのゲームが入ってますねみたいな話から来て、で格闘ゲームの話がその後に結構出てきたんですよ。なのであこれはもしかしてこれ格闘ゲーム入るっていう流れになるんじゃないかなと、まあ、もしかしたらこのアケコンですね、
オプションのアゲコン、あれを買うと中に格闘ゲーム入ってるんじゃないかなって勝手に僕想像してたんですけども、隠し玉というのがこちらドットリくんということでびっくりしましたね。でこのドットリくんはあのアストロシティ筐体の、ね、出荷時にあのそういうテスト用基板というのを中に入れておかないといけなかったみたいなんですけども、まあ、そのテスト用基板として入ってたのがこのドットリくんということで、まあ、セガ あのドットイートゲームヘッドオンをベースにしたあのドットイートゲームらしいです。まあ、非常にまあシンプルなゲームなので、まあ、おまけといえばおまけなんですけども、まあ、通常 そのユーザーからするとこのドットリくんをプレイする機会っていうのはないというか、そのゲームセンターであの、まあ、仕事をしてた方だったらあのこちらドットリくんをすることができたと思うんですけど、まあ、なかなか一般的にはできないようなものだったので、まあ、これが入ってるということ自体はすごい価値があるのかなというふうには思いますが、やっぱりね、入っててほしいもの今回の発表で期待してたものというのとはやっぱ違いますよね。いうところでね、でまあこのセガトイズの担当の下川さんがね、説明をされてたのが、まあ、今回のコロナ禍で、まあ、他にも収録したいタイトルがあったけどもどうしても入れられなかったものがありましたと、いうふうに言われてて、まあ、もし今回そのアストロシティミニでね、皆さんに応援をいただけるようでしたら、その次回作で皆さんのご希望のものもどんどん入れていきたいというふうには言われてました。それからセガの宮崎さんですね、が、まあ、ちょっとフォローということで、メガドライブミニっていうのは42本のゲームが入ってて、でしかもメガ CD とかもねのゲームも入ってなかったので、要は一つのハードのゲームを、まあ、42本入れたという形になるんですけども、今回アストロシティミニに関しては、まあ、システム16基盤だったりシステム32基盤だったりモデル1だとかね、いろんな基盤のゲームがこの中に入っているので、まあ、言ったらハードがその一つ のミニの中にいくつか入ってるような形だというところで、やっぱ開発コースがねメガドライブミニなんかでも、まあ、全然違うという説明をされてたんですね。なので、まあ、なかなか難しいところがあったというふうには言われてました。まあ、だからねちょっとね、まあ、しょうがないって言ってしまうほど割り切りにくいのかもしれないですけど、まあでもやっぱ難しいところはあったのは事実なのかなというふうには思いますね。まあ僕個人としてはこのラインナップね全然満足できるんですけどね、まあこれは本当にもうちょっと人によるかな、何を期待してたかにも本当によると思うんですけども、アストロシティっていう時代から比較するとねだいぶ古いゲームしか入ってないじゃないかなと言われる方も多いと思いますけども、まあ僕的にはね結構まあ、セガのアーケードっていうとこの辺っていうものも結構入ってるので、まあ、結構ね僕は全然今の状態でも買いだなとは思うんですけども、まああと気になるのはですね、こちらですね、アストロシティミニアーケードスティックで、まあ、今回の発表によってアストロシティミニアーケードスティックを買おうかどうかって思ってた人もまあ結構いるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、それこそ格闘ゲームなんかがワンサカ入るようだったらこれは絶対必要だというふうに思う方も結構おられたと思うんですよね。なので、まあ、ちょっと僕もねこのアストロシティミニのアーケードスティックを購入するかどうかはねやっぱりいろんな出費もあったのでちょっと非常に悩ましいところではあるんですけども、アストロシティミニのね公式ツイッターの方で非常に気になるツイートがあったんですけども、こちらなんですよ。これ何かっていうとスペースハリアーとかのね曲を作曲されているヒロ師匠がアストロシティミニの、まあ、テストプレイを、された時の画像なんですけども、アストロシティミニの隣に置いてあるパッド、これがねメガドラミニのパッドなんですよ。おそらくなんですけども、そのアストロシティミニ付属のパッドっていうのがまだ開発中でテストプレイにちょっと使えなかったので、代わりにこのメガドラミニのパッドを入れたんじゃないかなっていうふうに思えるんですよね。ということはこのメガドラミニのパッドとアストロシティミニっていうのは互換性があるのかもしれないというところなんですね。でそうなってくるとアーケードスティックオプションのものあれはもしかしてメガドライブミニで動くんじゃないかっていうふうにも考えられるんですよ。これが、ね、実際にメガドラミニのパッドで動くんだったらですけどね。まあ、そうなるとこのアーケードスティックの使い道っていうのはちょっと
広がってくるというか、まあ、言ったらあれでメガドラミニのスト2をすることも可能になるということですよね。なのでまあそう考えるとちょっと使用用途が広がるのでまあ、お買い得感というのは出てくるかなと思うんですけども、ただですねやっぱり一番お買い得感が出るのはそこもあるんですけども、まあ、PS4 とかねスイッチだとかそういったものにこのそのまま流用できるのかというところですよね。でこのメガドラミニのパッドに関しては例えばレトロフリークとかねああいうところに突っ込んでも動かないんですよ。なんかちょっとボタンのなんかレイアウトとかそういうのが他の規格と違うのかわからないんですけどもちょっと動かないんですよね。なのでちょっとすんなりね動いてくれるような気がしないんですけども、まあもしかしたらコロンバスサークルさんとかサイバーガジェットさんがそういうアストロシティミニのねアーケードスティックをこう PS4 とかスイッチで動かせるようなコンバーターを開発してくれる可能性はあるかなと思って、まあ、それが出るんだったら結構ね使い用途が広がるかなっていうのはあるので、アストロシティミニのねあの操作感のコンパネでいろんなゲームができるっていうことになれば、まあ、もしかしたらこれアーケードスティックだけ欲しいっていう人も出てくるかもしれんなというふうには思ったりもします。まあ今回のねアストロシティミニのね最終的な発表はまあちょっとね残念は残念ですね。なんか発表の仕方とかまあいろいろちょっとね難しい状況もあったのだろうなとは予想できるんですけどもね。まあそれでも僕はもう全然買いなので別に予約をキャンセルしたりすることはないんですけども、まあ次回作ね、っていう話をちょっとされてました。まあそれに対してね不満もあるかもしれないんですけども、まあ、今回そのアストロシティミニのゲーム、まあ、全くちょっとねやりたいものが一つもないっていう方はもうしょうがないんですけど、まあ、いくつかでも気になるタイトルがねあるという方はまあ可能であればアストロシティミニ買っておくのもいいのかなというふうに思います。まあ、そうしておくことで次回作っていうのが、まあ、期待できるというところですよね。まあ、実際メガドラミニこれが結構売れたからゲームギアミクロにつながって、まあ、ミクロがまあいろいろねこれも賛否ありますけども、それでもまあ結構売れたので奥成さんは今後その、クラシックハードの、まあ、ディレクターだったかなプロデューサーだったかな、ということで今後もその開発をしていくというふうにはっきり言われてますので、まあ今回のアストロシティミニの売れ行き次第ではその次っていうのは十分考えられると思いますので、まあ入れて欲しかったタイトルに関しては、まあ、今後の夢としてちょっと置いておくという形になるのかなと思います。ちょうどねそのアレッサコレクションでM2 代表の堀井さんが言われてたのがゲームっていうのはそのリリース、する前っていうのも含めてのゲームリリースだっていう言われ方をしてたんですね。なのでまあ今回最終的なねこの収録ラインナップに対してがっかりした方もおられると思うんですけども、まあ、それまでにこのたくさんのこうワクワクをもらったかなと思うんですよね。あのゲーム入るんかなこのゲーム入るんかなどうなのかなっていうのをねこの発表のたびにこうワクワクしながら見てこうわーってなった人もいればこうガクってなった人もあると思うんですけども、まあ、これだけのねこの気持ちの振れ幅っていうのは作ってくれたっていうのはまあすごくいいことなのかなというふうには思うんですよね。まあ、なので、まあ、夢はね叶ってしまうと夢ではなくなってしまいますから、まあ、今後のね将来の夢として、このアストロシティミニの次ニューアストロシティミニなのかブラストシティミニなのかちょっとわからないですけども、そういうことが、まあ、出る可能性があるっていうのはもうねセガの、人が言ってるわけなので、まあ、今後も楽しみに待つというのもいいのかなというふうに思います。では、また次の動画でお会いしましょう。阿部知でした。バイバーイ。